こちらは三国時代から高麗時代までを扱った展示コーナーです。まず三国時代の軍さんは紀元後369年に百済の君直王が馬漢地域を攻撃し服属したことで百済に属することになります。その時から軍産地域は百済の地方行政区域に編入され、現在のイムパは四山郡、ペフィョン地域はブブリヒョン、オック地域はマソリャンヒョンに改称されました。特に百済がクムガン上流の雲仁とサビ、つまり現在のコンジュとプヨに都を構えたことにより、クムガン河口に位置していた軍産地域は百済の国内外を結ぶ玄関口として重要な役割を果たしました。その当時に建てられた数多くの山城と狼煙台は、百済時代に軍産がいかに戦略上重要な価値を有していたかを象徴しています。左側にお進みください。軍山で見かける城郭と狼煙台の位置を確認してみましょう。ご存知のように城郭とは城の周囲に建てた石や土、木の囲いで外敵を防ぐための防御施設を言い、狼煙台は火と煙を上げることで敵の侵入を知らせる情報伝達手段であります。ところでなぜこのような軍事施設が面積が決して広くない軍産地域で、百済時代以後朝鮮時代まで城郭14箇所と狼煙台8箇所が設けられたのでしょうか。その理由は、軍産地域が西の蘇平、北の組岩、南の万行岩のように三方が水に囲まれた半島形地形であるためです。また組岩が百済の都である根樹、プヨに流れ込むだけではなく、万行岩も極だらの都のチョンジュに流れ込むという地理的重要性もその理由の一つです。